模倣隊に暴走竜2頭、最近のアークスに関係することは本当に世話しないよね。私なんかはもうクタクタさ。少しはこっちの都合とか休ませるって考えが欲しいところだよ。しかし私は時々思うんだけど、アークスというのは本当に正義の存在なのかね。百歩譲って正義だったとして、正義っていうものは何なんだろう。ダーカーを倒したら正義、より多くのダーカーを倒したらより良い正義といったところかな。なんとも視野が狭いというか、あえて見ていないところがあるというか、うっさんくさい感じだよね。ああ、いや失礼。情報収集を中心に動いているとさ、嫌なことばかり目についてね。君の行いは正義だと思うよ。私から見ても他人から見てもね。でもそういう風に見ない奴もいるということだけは覚えておくといい。それじゃあね。